彼氏さん表情硬いな。スイッチーズ。鈴木さん、あえん声だったら。そうか、二人一緒なら値引き率が。ありがとうございます鈴木さん。やはり一緒に来ていただいてよかった。携帯電話の代金も捻出できるかもしれません。どういたしまして。また後で。ちょっと待って。はい。なんで呼び止めた私。これ私の番号、何かあった時に。なるほど、またご助力を願うことがあるやもしれません。では。鈴木さん大丈夫ですか。少し顔が赤いようですが。いや大丈夫ですよ。日焼け止め効かなかったかなって。笑わない。笑わないよ。何、どうしたの。あのね、自分でもこんなこと聞くのすげえ変だと思うんだけどさ。でもエミ以外に聞ける相手もいなくて。うん。あのさ、足屋さんってどんな服が好きなんだと思う。お写真いかがですか。だけいい。なんじゃい。ある、足跡何かあるの。何もないよ。何もないって。でもね、アジアさんにお買い物に誘われてしまいました。